初は、上野さんですね。あ、上野です。あ、ちょっとライト見せてもらいます。そうです。はい。じゃあ、お願いします。はい、じゃあ。皆さん、アフリカというとですね、あれ、ちょっと待って、なんかこれは、今、サファリのツアーなんですけれども、こんな動物、ウォーターバックっていう動物とかですね、グランドクルーザーで移動するんですけど、まあ、お猿さんとかですね、イノシシとかですね。上田さんの撮影ですか？あ、これ全部私が。カバーとかですね。これ鹿アンテロープ。バブーン、何でしたっけ？から、ワニ。シマウマとかですね。あ、すいません。これはシーですね。水牛。リン。ゾウと出会えるのはかなりレアなことらしくて、まあ、幸運だねと言われました。でですね、皆さんこう、アフリカというとですね、さっきみたいなイメージをされると思うんですけど、これはですね、アフリカではないです。で、まあ、さっきの、国際公園はですね、まあ、具体的にはこれルワンダっていう国にあってですね、どこにあるかというと、ここですね。ここにあります。で、私が今回行ってきたのは、どうやったかな？ルワンダと、ルワンダとガーナに行ってきました。で、ガーナはどこにあるかというと、ここですね。だいぶ、さっきのウガンダと比べると遠いです。で、ちょっと皆さんの発表とだいぶ、雰囲気の違う発表になってしまうので、ご要望にするかわかんないですけれども、まあ、さっきのサファリみたいなのは、まあ、アフリカがアフリカだとはなかなか言えない状況があります。で、これはですね、ガーナですね。ガーナの人が、これズーっていうですね、ホロレンズのアプリがあって、まあ、それをやる、まあ、ズーっていうのはこういろんなキリンとかですね、ゾウとかですね、サメとかですね、ワニとかですね、まあ、そんないろんな動物を、のホログラムを出して、まあ、それに近づいたり、それを動いたりとか、っていうのを、見て、まあ、触るっていうか近づいたりいろんな角度から見て楽しむアプリなんですけど、まあこれを見るとですね、まあ、日本人も結構ホロレンズ喜ぶんですけど、まあ、アフリカの、人でも結構似たような反応というか、まあ、結構喜んでやるなというのが、わかります。でちなみにごめんなさい、自己紹介なんですけれども、私は、上田達郎と言います。フィールフィジックスという野望でやってます。で、元物理教員で物理を、公立の学校で教えてました。で、今はですね、ホロレンズを使えば、まあ、物理がとてもわかりやすくなるんじゃないかと思って活動しています。ある人にそそのかされて MVP になってしまいました。
あと、三重大学の非常勤講師もやっております。で、ですね、まあ、今自分がやってるのはですね、これ全部やってます。授業としてはですね、まあ、日本で9回、イギリスで1回、ガーナで3回、ルワンダで4回やりました。営業も大変で、新聞とか地元テレビとかあらゆるメディアに一生懸命ニュースレターを送ったりしています。開発はですね、ホロレンズのために C シャープを使い始めましたけど、最近限界を感じて、基礎から勉強し直そうかなと思っております。内容としては今のところ磁界というのは磁石の周りにある、まあ、磁場みたいなものですけれども、まあ、これ中2であるんですけれども、まあ、大変わかりにくくて、私、中学校でも理科の先生をしてたんですけど、そこで突っかかる生徒が多かったので、まあ、それを突っかからないようにしたいなと思って、アプリを作っています。で、そうですね。まあ、なぜアフリカかというと、まあ、一つ目はですね、まあ、貧困問題にコミットしたいというのが私の希望としてあります。で、アフリカの工学教育に貢献したいというですね、なんかちょっと、だいぶ経緯の違う発表で申し訳ないんですけれども。と、あとは、まあ、ビジネスの最終イメージをちょっと持ちたいなと思って、まあ、ここが最終ゴールだよっていうのを持ちたいと思って、まあ、アフリカに行きました。で、ですね、先にアフリカってどんなところかっていうのを少しだけ出しておくと、これ、アフリカの市場なんですけれども、だいぶ狭いのが見て取れると思うんですけれども、割とこんな感じです。ちょっとあんまり写真とかは撮ってこなかったので、あれなんですけれども、まあ、こんなとことかですね。これ学校ですね。こんな平屋のところに生徒たちが、まあ、制服を着て、メタルギアってこんな感じなんですか？あ、そうなんですか。あ、これはですね、どうでもいいんですけど、軽トラの後ろに乗るのが私の夢だったんですけど、アフリカで乗れたって言ったらそれだけ。Of course you cannot see. ですね、それで授業をやったんですけれども、どうしようか、先に見せようか。In the air, with the air magnet. 私のちょっと拙い英語で申し訳ないんですけれども、Yes, yes. You can see from all the like this. And you can see こんな感じで授業をやっています。 Look it up. You can see the magnetic field in three dimension. Yes. ここはなんか一本の磁石だって私が言ったら三本だって突っ込みが入ったっていう。で、生徒もやっているという感じです。でですね、これはちょっと、ですね、まあ、アフリカの、皆さんのホロレンズをつけた反応なんですけれども、まずですね、ホロレンズって手で、ジェスチャーで操作するんですけど、まあ、反応が悪いです。多分肌の色が黒いからだと思うんですけれども、で、手をですね、ちょっとこれ、ホロレンズ知らないとわかんないと思うんですけど、こういうジェスチャーをするんですけど、こういう、これ横向きにするとですね、黒人の方って、黒人、まあアフリカ系の方って、ここが黒いんですけど、ここは黒くないんですね。だから、こう、90度曲げるとですね、割とよく反応するというマニアックな知識を得ました。で、大人なんですけれども、結構棒立ちですね。あんまり反応が良く、あんまりというかかなり反応が良くないと。で、まあ、見てるところをですね、視野を、ホロレンズの場合、ホロレンズで見ているものを、例えば、プロジェクターとかで表示することができるんですけれども、なんかですね、何も表示されてない場所をこうずっと見ていて、なんかこう視線を動かしてなんか探したいとかっていうことを、しないと、いうことが、大人の中学校教師の方、のほとんどで、そういうことがありました。
で、ですね、当然操作方法も教えるんですけれども、割と大人の方は操作方法を教えてもうまく操作できないと。まあ、例えばですね、動かし方を教えても、まあ、一度ちょっと動かすんですけど、その後ずっと何もしないとかですね、そういう感じですね。なんでこうなってるんだろうって考えたんですけれども、おそらくですね、まあ、全然こう不慣れなものを身につけていて、何をしたらいいか全くわからないという状況に、大人ですよ。大人の、まあ、中学教師はなってるんじゃないかなと思いました。割と経験的には、展示会とかで日本のお年を召した方にもフォーレンズつけたことは何回かあるんですけど、まあ、その時の反応に近いかなというふうに思いました。で、次は中学生なんですけれども、中学生はですね、大人よりも反応が良くてですね、なんかどこに何があるんだろうって探しに行ったりとかですね、まあじゃあこれいろんな角度から見てごらんって言うとちゃんと動いたりとかですね、まあ反応が良かったです。っていうか、この話ってホロレンズ知らない方わかります？大丈夫ですか？まあ、まあ、そういうことがありました。なんだっけ。ああ、そう、それで電気工学科の大学生に、見せることがありました。で、これがその見せてるところなんですけれども、まあ、こんな感じの教室で、やりました。なんで、また拙い英語で申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、次回の様子であるとか、をやりました。あと、まあ、オキュラス号も持ってって、見せました。アポロ11号の、コンテンツがあるんですけど、まあ、それを割とガールガール見てましたけど、まあ、なんか途中で飽きました。で、電気学科の大学生は、まあ、比較的積極的に操作していました。自分でどんどん磁石を動かしたりとかですね。まあ、いろんな角度から見たりとかですね。まあ、そういうのに結構親和性が、高い印象を受けました。で、まあ、動物のやつに、大喜びしていて、ちょっとですね、私のアプリに問題があって、ちょっと進行は、遅かったりとかっていうことがありました。で、アフリカの理科教育なんですけれども、ちょっと意外だったのは、ですね、いいですか、こんな話。生徒が、棒磁石を触ったことがないんですね。まあ、日本ではですね、棒磁石中学校じゃなくて小学校でみんな触るんですけど、まあ、棒磁石もコンパスも、まあ、触ったことないし、見たことないし、まあ、黒板で書いてあるのを見たことしかない。で、ガーナではですね、中学校までは実験室どころかですね、実験用具すら一つもないと。で、まあ、すべて座学で学ぶと。で、まあ、ちょっと授業も、観察させてもらったんですけれども、例えば、こう、イオンを教えていてですね、ここには、なんか、プラス H イオンがあって、こっちにはマイナス、CL マイナスイオンがあるの。いいかって先生が言うとですね、生徒たちがみんなで、イエスって答えるんですけど、いや、お前ら絶対分かってないだろうね。ちょっと、ツッコミを入れたくなりました。で、まあ、小学校の教科書を見たんですけど、結構実験がいくつも載ってるんですけど、まあ、おそらく一つも実施されていない。あとはですね、小学校の教科書が間違っているとかですね。まあ、ガーナの有名な教育大学はカリキュラムを作っているんですけど、あんまり実験を積極的にしようという姿勢があんまりないんですね。まあ、だから、逆に言うと、こう、日本のですね、まあ、小学校から実験を結構ふんだんにしているという状況は世界的に見ても、多分トップクラスというか、非常に恵まれた環境だと思います。多分、世界一優秀な小学校の実験環境だと思います。
で、あとはですね、電力事情ですね、授業中に停電することがありました。で、ルーターが一瞬落ちてですね、私の場合4台のホロレンズを強調させて動かしてるんですけれども、これがブツッと切れてですね、全部立ち上げ直すのに5分ぐらいかかるんですね。結構授業的には致命的なんですけども、そういうことがありました。まあ、モバイルルーターも試したんですけれども、ちょっと時間がかかりすぎて実用的でなかったです。あとですね、宿に帰ると、ホロレンズを充電するんですけれども、結構停電が起きるんですね。停電も瞬間的に切れるんではなくて、ガーナだと3日に1回ぐらい、数十分から2、3時間、停電が起きて、あと、ルワンダだと、結構頻繁に、2日に1回、2、3回停電があるというような感じで、で、充電しているとですね、一度、停電して、その後充電を再開すると、ホロレンズが、起きてしまうので、うまく充電しないと、起きたらですね、ホロレンズがみんな枯れていたとかですね、そういうことになってしまう。で、大容量モバイルバッテリーが必要だなと、いうことを感じました。なんか結構早く出しました。で、そうだ。で、ビデオがまだあります。There's cracks.うるさいね。これはですね、パゴラボ、ルワンダにあるパゴラボで、体験してもらっているところです。で、パゴラボっていうとなんか皆さん聞き覚えがあるかもしれないんですけれども、世界中に拠点があってですね、これも、その拠点の一つです。世界で何箇所だっけ ?30 箇所ぐらい確かあるはずで、日本にもあります。で、これはですね、展示会みたいなところで、展示しているところです。で、いろんな方がいらっしゃっていて、なんか非常に、これを体験するのを喜んでましたが、この中でですね、ルワンダの、教育 ICT、をやっている会社といろいろ話したんですけれども、ちょっとですね、政府相手にビジネスをしてるんですけれども、なかなかですね、難しい、政府ビジネスは難しいというアドバイスをいただいて、ちょっと今は保留中という感じで、これ非常に怪しい4人って感じなんですけれども、怪しくないですか？なんだこいつらって感じですけど。で、これもですね、やってることは、これはですね、ズンバ工科学校という、要するに、高専みたいなところなんですけれども、高専じゃないか。短大、工業短大みたいなところでやってるんですけれども、そこでもやりました。ここが早いと。これはどこだ？これは、ルワンダ大学、日本でいう東京大学みたいなところで、時間についての授業をやってます。当然彼らは高い教育を受けているはずなんですけれども、まだこれらも見たことがあるというふうに言ってました。あと1分です。あと1分？はい。マジっすか？じゃあ、これはやめよう。ですね。まとめなんですけれども、ボランティアの慈善活動をいろいろ見たんですけれども、JICA とか、実験室とか実験用具は、寄付されているが、教員は全然使っていないと。それから寄付された PC は、土ぼこりをかぶっているというような状況でした。で、例えばですね、あれ？来ないな。これはですね、PC が並んでるんですけれども、メンテナンスする会社が撤退してしまって、分賃化してる PC です。
で、あとはですね、あれこれでやったかな。まあ、いろいろあります。で、要するに使われていないと。それから授業ですけれども、先生たちはですね、現状に満足しています。だから、新しい技術を、まあ、取り込もうとかっていう意欲はないです。で、まあ、実験室とか、これから実験用具はないけれども、別にそれはそれでいいと思っている。で、結構雄弁に授業しています。で、それでいいと、感じています。まあ、高校には傍受者があるみたいです。で、ボランティア、JICA のボランティアとですね、結構一緒に行動したんですけれども、彼らが昔一生懸命使った教材もほとんど埃をかぶっている。で、まあ、JICA のボランティアが研修会に来て、まあ、授業を学ぶんですけれども、使用が持続していないと。まあ、その人がある程度使用したらそれで終わってしまうという感じで、まあ、とにかく空回りしているという感じです。で、あとちょっとです。で、ガーナ人はですね、サボってるわけじゃないです。大変雄弁に力強く授業をしています。それはすごいなと思います。で、まあ、これらを見るとですね、結局、慈善活動はあんまり持続しないなというのを感じました。で、まあ、現地の先生が変化を望んでいないし、まあ、だから、現地の人が、こう、欲求を満たすものじゃないと、受け入れないということで、結論はですね、人を動かすのは、全員ではなく、欲望であるという結論に、アフリカまで行って、これだけかって感じですけれども、達しました。ちなみにですね、あれ、行き過ぎた。今日の内容はこの、フィールフィジックス JP というですね、アカウントに、資料のアドレスを貼ってありますので、もし興味があったらそちらをご覧ください。以上です。どうもありがとうございました。